ダニエルの一言ニュース。はい、どうも、こんにちは。ダニエルの一言ニュースです。僕はですね、もともと楽天のウェブプロデューサーで、現在はカメラマン×ウェブで、渋谷を拠点に一つ会社を経営しています。ということで、今日のニュースですね。はい。皆さんが好きなですね、ランキングです。最新版入社が難しい有名企業トップ200社、ランキング発表ということで、豊経済オンラインさんの記事を参考にしています。ということで、今日は就職難易度ランキングということで、皆さんが働いている会社は果たしてランクインしてるんでしょうかというところでいきたいと思います。で、今日はですね、僕の方ではランキング100位までちょっと発表したいと思います。はい。ということで、早速ランキング発表、100位から51位っていうことで、これ全部読み上げていこうか。はい。ということで、100位からいきます。はい。100位、日本水産。99位、富士通、98位、オリンパス、97位、久保田、96位、ズズズズ新社、95位、三菱マテリアル、ダラララランで、79位、楽天、78位、東宝、ダラララララララン、62位、キーエンス、61位、日立製作所、60位、テレビ東京、59位、アフラック生命保険。まあ、60位にテレビ東京なんですね。58位、なんだこれ。57位、花王。56位、日本 IBM。55位、富士テレビジョン。54位、三菱 UFJ 信託銀行。53位、三井不動産。52位、JCB。51位、NHK ということで。はい。というところでランクインしておりました。そして、ランキング発表50位から1位というところです。これも50位からちょっと読み上げていきたいと思います。50位、イデミツ昭和シェル。49位、NTT デルタ。48位、JT。47位、創日。46位、千代田から、だだだだだだ。31位、電通。でだだだだだだだ。26位、博報堂。あ、電通より博報堂の方が難しいですね。で、24位、ブリヂストン。でだだだ、20位、AGC。19位、P&G。18位、角川。17位、野村総合研究所。16位、日本郵政。15位、丸紅。でだだだだだ。10位、TBS テレビ。9位、住友商事。8位、三井物産。7位、講談社。6位、富士フイルム。5位、伊藤忠商事。4位、日本経済新聞社。3位、東急不動産。2位、三菱商事。1位、三菱地所というところで。はい。というところでした。ということで、なんとですね、栄えあるトップ3に輝いたのがですね、3位、東急不動産。2位、三菱商事。1位、三菱地所っていうところでした。はい。面白いですね。まあ、三菱商事は安定なんですけどね。1位が三菱地所ということで。で、東急不動産が今まで2018年と17年だと29位とか24位だったんですけど、ここに来ていきなり東急不動産3位っていうところになりました。はい。面白い結果でした。はい。で、就職ランキングは、詳しく知りたい人は東洋経済オンラインさんの記事も見てください。ということで、ダニエルの考察っていうところなんですけど、まあ、就職ランキングとか、会社ランキングとか、まあ、大学ランキングとかも、ダニエルの一言ニュースの中では伸びがある方なんですけど、まあ、サラリーマンである以上、自由には制限があるっていうところは言えるかなと思います。はい。で、っていうのも、やっぱりこう、世の中にはですね、雇う側と雇われる側っていう構図は、まあ、少なからず存在していて、で、雇われる側ってなった時に、時間もお金も制限はもちろんあります。はい。例えば、今僕、ダニエルはですね、独立して会社を経営してるわけなんですけど、例えば、直近だと本の出版とかもしたわけですけども、サラリーマンで、じゃあ明日から僕は本の出版がしたいですとか、サラリーマンで明日からじゃあ僕はこっちの新規ビジネスをしたいですみたいなことはできないわけで、はい。とか、まあ、サラリーマンで明後日からじゃあ、海外にちょっと一週間ぐらい行きますみたいなことはできないわけで、やっぱりこう、雇われてると雇われてる側っていうには、中には自由の制限があるっていうことは認識しといた方がいいです。はい。で、この動画見てる、もしかしたら就活生とかもいるかもしれないんですけども、最初から雇われるサラリーマンが全てっていう考えでいくと、まあ、いろんなところで、これからの可能性っていうのを潰してしまうっていうこともあると思います。はい。で、僕はですね、この質問をするといいのかなと思ってます。はい。そもそも今じゃあサラリーマンでやってていいのか俺とか、独立したいんだけどとか、っていう時に、
この質問するといいと思ってて、10億円あってもその会社で働くかっていう質問ですね。はい。もし、10億円があなたの口座に振り込まれたとして、それでも明日からその会社で働きますかっていう質問って結構本質だと思うんですよね。はい。で、これ、10億円あってもその会社に行きますっていうなら多分その会社が一番合ってて、うん。で、そもそも起業とか独立する必要もなくて、多分その会社でずっと働いていればいいと思うんですけど、10億円あって明日から会社に行かないっていうのであれば、多分そこの会社って合ってないですよね。はい。まあ、要するに、この10億円って一番いい目安で、まあ、本当にやりたいこととか、本当に自分が、うん、すべきこととか、今の現状に対しては炙り出す質問だなと思ってます。で、僕、この10億円あっても会社、その会社で働くかっていう質問をしたときに、あ、明日から辞めるわと思って、今こうやって独立して、いろんなことをやってるっていうところがあります。はい。で、ただ、とは言っても、最初、その会社に就職するとか、まあ、将来の夢とかのために今、準備してますとか、まあ、そもそも、この会社で一生やりますみたいな人もいると思うんですけど、その中で一つだけ、僕はこう、これは、絶対考えておかないといけないなっていうところは、ダメな会社も自分で選んでいるはずっていうところかなと思います。はい。例えば、サラリーマンの友達とかもたくさんいるんで、まあよくあったりもするんですけど、なんかその時に、いや、会社がちょっとダメなんだよね、とか、会社がこう、あんまりこう、古い文化でダメなんだよね、みたいな、愚痴とかを吐くやつとかもいるんですけど、でもその会社ってそもそも自分で選んでるわけで、はい。ほとんど 99.9% ぐらい自分で選んでるはずですよね。なので、まあ、会社がダメとか、何か制度がダメとか上司がダメみたいなことを言ってるってことは、その会社を選んでる自分自身が、を否定してるわけなんで、ダメな会社も自分で選んでいるはずっていうところの視点は、まあ、持っとかないといけないよなと思います。はい。で、ちょっとこの動画をもしかしたら就活生とかも見てるかと思うんですけど、ちょっと就活の話でいくんですけど、ここで言うとですね、就活生何言えるかなって言ったら、まあ、字だけは丁寧に書いておいた方がいいのかなと思います。その、就職活動みたいな時に。っていうのも、僕めちゃめちゃ字が汚くて、なんかもう自分でも読めないぐらいなんですけど、それでもなんかこう、就職の時に、まあ、今も多分手書きのとことかもあると思うんですけど、ES とかをこう手書きで出した時があったんですよね。で、その時に、なんかこう、手書きで書いた ES を見た、その割と中小企業ぐらいのところだったんですけど、社長がこう面接で出てきて。で、いきなりその社長に、なんか、お前本当舐めてんだろ、みたいな。鼻くそみたいな字書き上がって、みたいな。お前は絶対こう大手の銀行とか受けたら、ちゃんと真面目に書くのに、うちの会社だけ舐めやがって、鼻くそみたいな字書きやがって、みたいなことをすげえ説教されたことがあって。なので、字だけは、まあ、丁寧に書いた方がいいかなと思います。はい。で、あと、就活生におすすめの本で言うと、この本はおすすめです。はい。伝説の人事部長が教える瞬時にできる人を見抜く面接ポイントっていうところなんですけど、これ何かっていうと、人事のために書かれた本なんですよ。はい。つまり、就活生は、就活生向けの本を読むんじゃなくて、人事がどういうポイントで人を見たらいいのかなって勉強している本を読むことが一番の、ある意味、攻略ポイントですよね。はい。これですね。伝説の人事部長が教える瞬時にできる人を見る面接ポイント。これは、これを読んでることで、どういう人を採用すればいいのかなって人事が考えていることを就活生は知ることができます。これだけは結構おすすめの本です。はい。例えば、こんなことが書いてあるんですけど、例えば、何か質問がありますかみたいな時に、特に質問はありません、みたいな回答をする人でも、入社したい意思があるかを汲み取ることができると。はい。で、何か質問はありますかの時に、特に質問はありませんって答えた中でも、まあ、面接をさせていただき十分理解できました。より入社した意思が強くなりました。といった言葉を口にするケースが多い人は、質問がなくても入社する
意志のある人ですみたいな、ちょっと説明下手だった。まあ、要するに、人事が見ているポイント、人事がどういうポイントを見て人を選べばいいのかって教えてる本なんですよ。それを読むこと自体が、就活生にとっては、参考になりますよね、みたいな。はい。ということで、ちょっと今日はいろいろ脱線しちゃったんですけど、最新版入社が難しい有名企業トップ200社ランキング発表というところでした。はい。ありがとうございます。